それあこっち来るから。カバキンパーン。ちなみに、おっとなった。これが危険なのに、もっと先です。はい。ということで、ブルブルスターやっていきましょう。で、皆さんにね、冒頭、お詫びを申し上げなければならないというところで、はい、こんにちは、ブルーフロスでございます。何が起こったかっていうとですね、普通、皆さんで、なんだっけ。あ、そう。よいしょ。違う。そんな話じゃなくて、固めてちゃった。違う。で、盗みしてたら死にかけて。前回、2宿題を残しちゃったと思うんですよね。で、そのうちの2つは、録画をちゃんとしたんですけど、ごめんなさい、プレイが夢中になりすぎて、録画を忘れちゃったんですけど、カタンの中にある、残ってたクリスタルを回収するっていうのは、無事ちゃんと回収することができましたので、ご安心くださいというところですね。はい。なので、これからスタートかな。に関しての、無事にちゃんと、取ったんじゃない、やばい、お仕事しますはい。お詫びに死にました。はい。切腹みたいな感じでね。ガッと、決まったな、ガンダム最高だな。おめえの力が必要なんだ。あー、さすが。グループスターですね。もういきなりもう死んじゃってると思いますし、視聴者さんからどんな仕打ちを受けるのかっていうのをブルブルしながら踏み込みません。でも、やばいな。この武器の使い道だったらねえな。危ない。肉なかったってことか。決まったからな。こんにちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょうか。よいしょ。はい、ちょっと。で、なんでね、かたくなにね、この人が多いから、取ろうとしてるのかな。まあ、とある理由があるんですよ。なんですけど、途中で炎が手に入るっていうことが、わかりましたので、とりあえず、中盤を、一つで、死にやろう。つなぎっていうのはこれなの。ああ、やるぞ。だからうんこばっかしやがって。負けね。まあ、よいしょ。星が落ちてくる。10億俺の方が早い。やっと引いてるわ。危ない。で、ここはどんな数字だったっけ。あれかな、絶滅を免れたプテラノドン、この星まで追ってきたっていう、そういう設定なのか。急いで登れ。こいつらに隙間といて言われている暇はないのじゃ。オッケー。で、進んでいくと何もないわけないじゃない。交通事故にも用心。パタパタ。え、ガーゲルビン。なんか、まあ、1ステージ1番組でこうそれぞれのキャラが出てくるっていう、そういうオチなのかもしれないね。オッケー。ふう、あれ、このバッカリあるんじゃなかった。クリスタルあー、そうか。だいたいこれで遊んでる時に、クリスタルがね、ピョンって見るから、ピョンおやつか、
からイノシシが空からイノシシが来てる、目の前からイノシシが来てる。解除されました。あ、無理無理無理。いや、じゃあ次は君だ。冷静な氷タイプ、冷凍ビーリッシュ。結局なんだかんだで使いやすいんだな、冷凍ビーリッシュ。あ、どうしよう、違う違う違う。あ、でも あの中にどうやって使うんだ。こいつ、こいつズームになっちゃう。よいしょ、よいしょ。何を食べたか分かんないけど、何かいや、ここ、あ、何もないの。あ、ただの回復バカ。ちょっといいな。ちょっと見せてなんかね。ちゃーん。ちょっと待って。多分、世界最高回転数だと思うけど、どうすか、皆さん。あー、邪魔しやがった、あれやろう。ちょっと待って、観客による妨害なんで今のあの点数に含まれないと思います。これじゃあ倒せるんだね。けいいね、あいつってかっこいい。いくらつもりじゃん。まあもう今は4回転の時代ですよ。4回転半ですね。あ、飛んでる時しかダメージ与えられない。ここで、はい。調節していた。で、終わり？もう一個ある。あ、それはそうだな。シューン。オッケー。シューン。シューン。シューン。おめえ、兵士になる？こんな格好で。風邪ひくの？いっぱいお肉食べて体温めなー。危ない、危ないけど、食らった。危ないから食らった。うわっ、よいしょー、よいしょー、上手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 。オッケー、巻き込み事故。ああ、めっちゃ笑われてやん。無理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 。逃がさないわよ、ペンギンちゃん。と思ったけど、今逃がしたい。クモン式めっちゃ怖そうだね。あいつって倒せないよね、確かに。マリワニパリ。めっちゃ飛んでくる。予想以上のジャンプ力を見てる。魔女の宅急便が後ろで走ってる。OK、いくや。よし。今日は幸先よく行くよ。ドゥよっしゃー、2つ目ー。でもどっちかって今はマキシマムトマトだっけ。だからそっちの方が個人的には必要な状況ではないんだろうかって思ったけど、まあまあいいや。なんかすげえファンキーなってから。チャラッチャ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 ッあ、落ちねえのか。どうやってんの。ロープじゃないんですか。
ティは必要だと思っているんですけど、本当にスタートできるかな。おい、逃げて、今度、よし。逃げてきた、ペラロドン。逃げたてドン。ふわ。あお、あめ、あ、絶妙な焼き方をした。よって実はゲームが上手なのかもしれない。余計いい。あ、ちょ。やっぱり電源って書いてゲーム出たかもしれない。雲の下になんかなかったっけ。ここに何もないわけないっすか。よし、こんなあからさまなスペースがあって、ゲーム下手すいませんでした。もう舐めてました。はい、全ゲーマーに対して謝ります。申し訳ございません。素直に謝れるのが僕のいいこと。ゲームが下手なのはダメ。くそー、なんでゲーム実況やってんだろう。ジャンルチョイスミスしてるよな。本当はね、もっとね、いやもうゲーム普通に楽しむっていうのも大好きなんですけど、本当はもっとね、みんなにね、偉そうなことを言いたい。じゃあダメだよ。誰がそんなこと言ってたとか、お前逆に偉そうにされて、なんかこう、なんか敷いてあげられる方がね、なんかキャラ的に似合ってる。よしもっと発射します。こっち、オッケー、戻します。よっしゃ、上に参ります。もう一個参ります。こっちなんかある。またあれだね、無駄なスペース。ボン、おにぎりが美味しい。あー、なんか降ってきたんだな。戻っていいかと聞いた。よし、ゲイ。あれ、俺が欲しいなと思うキャラ全然いない。なんか残酷だな。残酷にな。あ、ちょっと行きます。上に行った途端、こうなんかね、強い時になる。なんか面白いよね。ミレサとかもさ、こう後ろ向いた途端にさ、襲ってくるっていうのがあるけど、それみたいな、こういった後ろ向いたら、どういうまあ、カービィやって何にでもなれるっていうところがやっぱり面白さがあるんですね。こっちもやっぱり、あ、腰シュレッ全然なんか、よし、戻っていって、おーおーおー、なんか下から入ってきた。上からも入ってきた。下から生えて、もう上から生えないよね。下から生えてきやがった。上から入ってきた。わー、落ちが流れました。星一つです。いる？なんか団子さん兄弟級に。これぐらいぐらいに。さあ、また団子さん兄弟。おーおーおー、下から団子さん兄弟、上からも団子さん兄弟。ここで多分ニードの使った。あ、来た。やってね、ピリ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 。そんなに落ちるなよ。さあ、一瞬で、あ、倒せんだ、こいつ。なんか倒せばよかった、最初から。おぎゃ、あー、おいしいです。あとじゃなくてもね、あの、おいしくなってんでしょ。何味だったかな。ピンクだからやっぱり桃。あー、すぎるか。他にピンクのものって言ったら何があるんですか。できる。よし、あー、へ、
対策いいじゃん、対策いいじゃん。おーおー、このステージはなんか全部取れそうな予感がしてきた。もうなくもなくもない。よし。じゃん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 。で、もうこれあれか。イオンか。肉が美味しいでございます。あ、ねえ大好きなドミンチュン、ふい、終わり。登って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 いい隠しアイテムが、あれねえ、思った隠し合いの何に避けるのが多いです。あ、肉肉肉肉肉しい、肉肉肉しくない肉ってあんのか、肉なんじゃねえ。はい、あ、こいつ上手だな、うん、あ、あ、ちょっとなか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 な上参りな、本当に上に参った、ありがとう。ついあーのこぎりぎこぎこ丸くなれってやつ、よし、さらに上参りな、ピンで、よいしょ、オッケー、ほい、いろんなものが落ちているデパートでございますね。チン。で、今欲しいのは、次、お岩さんが欲しいですね。お岩、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 ドスン。あ、痛い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 。手に登ります。おいわおいわが欲しいけど、こんな時に狙われる場合じゃない、やばない、いっぱいいる、逃げろ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 、所詮私はピエロかお化けか、わー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 、中ボスって言ってもなんかあれだね、こう能力のあるやつじゃないとすごい、なんていうの、パーなチョイスをしてくるよね、この作品って。さあ何を言う、メッカーンヘアンデューグワンドリボー、ガチリボーイ、これ何、メロン、スクランボーアッカーか、メロンは緑でしょ、オレンジは出てて明らかにこれだから、じゃあやっぱスクランボー、リンゴじゃないってとこ見てみようかな、サクランボー、あ、どっちなんだこれ、あー、あったってよかった、チューリー、マイラーとスイー、あー、こいつは食らわねえな、もう絶妙な避け加減、こいつは多分、こいつ多分食らったら死ぬ、食らったら死ぬ、食ったら死ぬ、食らったら死ぬ、食らし、食らし、よし、OK、 上から逃げる卑怯者、おー、いたいたいた、何ですか、ありがとう、君が欲しかったんだ、何が欲しい、ジュイン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 、おっ、強え、あ、ちょちょちょ、何回か出てきてるはずなんだ、絶妙、あ、あ、いっぱいいる、あ、やっぱいるんだ、これ登ったら、いいな、あれかな、55インチ18万円くらいテレビ、新しいテレビを買ったら、ね、今の家にあるのが多分よく違いたい、もう小さいね、あの嫁さんが一人暮らししてる時のテレビ、あ、私ね、残念なことにね、
テレビ出るときテレビ持ってなかったからさ、うん、NHK の中継になってたときにね、家の中見てくださいって言ったら、あ、だけになるって。なんでテレビがあるから、あ、本当にないか確認させていただきますみたいなと言われたことがあって、なんでテレビねえって言ってるからねえじゃん。言ったら、じゃあ、 スマホでもテレビに入れますよねと、ほう、ワンセグつないでもないアウトでどうやって見るんですかって、叫んじゃねえぞ。まあ、あれも委託業者だからね、欲しい。さーてと、じゃあ行くか、機械マシマシマシーンで行きますか。潜入。ここに橋が行く、気になった。あっ、こいな、この橋。じゃちょっと、やばい、気を失うわけにはいかない。すげー、なんか、なんだっけ、鉄みたい、キラキラみたいな感じで、これね、目玉すぎて。なんかマジみたいな、ラスボス感あるみたいな、外したでこの格好だけねえ、うん、ぐら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 。あっ、いいね、やっぱギャラでね、背中を返します。そんな記憶がある、そんな余裕ぶっこんだし、逃げろ逃げろ逃げろ、だんだんこのスピードが上がってくる可能性があるから、どうしてもイベントするよ。しなんかね、昔あったよね、なんかさ、ハンマーで叩くのとさ、片腕が縦みたいになってるさ、で攻撃をしたりする縦伏せたりとかして、で、まあ、負けると首がビヨーンって飛ぶおもちゃあったと思う。意外と難しいんだよね。いけ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 、大丈夫か、ほら、刺されてないか。よし、君にアジをあげる。出てくるところもまた結構ね、出れるね、ちょっと可愛くなってくるんだよね。これね、もう起きるんだね。あ、なんか倒してる、なんかを倒してるけど、え、今から欲しいなって思ってくるやつ、手に入る。どうなの、違うの、あ、いたいたいた。このステージはね、結構敵がたくさんいる。おめえじゃねえんだ、おめえでもねえんだ。おらーすもー、我が名はダースモー、体が半分に裂けて落ちていくんだ。危ねえ、危ねえ、こっちくれ、溶岩になってるわ。我が名はダースモード、我が輩ダースモード。頭あれどうやってんの、ダースモードってね、大変だよ。あー、これか、こんなステージあった、存在感が高かった。ごめんね、オッケー、あれだよ、あ、これダメ、いけるいけるいける。でもそれを持っている必要性はなかった。結構罠があるんだよ、確かに。ケルトの人がなんか潰されるやつ、
あ、一回一回ごめん。焦ってもいいみたいな。次がラスト。この先行ったら殺されるんですよ。あれ気をつけなきゃいけない。あれね、後ろ行けるとか、てってやれって。どうしよう、いいよ、まだあった。ちょっと投げやろ。ポンポンポン。オーケー。甘いわ。あ、まだあった。あー、そうか、なんか、あれだ。迫る壁を避けろみたいな、なんかそんな感じですよ。ああ、たぶん。バスマリックルーカー受ける。めっちゃ出て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 。マリックルーカー。お肉食べて。よいしょ、セーマリックルーカーでおにぎり食べたい。ちょ。OK、クリスチュー。時がクリスタルゲット。やばいんじゃないこれ、やばいんじゃないか、やばいんじゃないか、やばいんじゃないか、わーやーやったー。まさかの死ぬとは思わなかった。耳やらかすって、耳やらかすんだよ。ビビビビちょっとあれだな、めんどくさい。あーこのね、ボス、あでもね、次のなんだろう、ボスを倒すときにまあ余裕というか、やるんだったらこのコピー能力がいいんじゃない？個人的に思っているのが、なんだろう。まず同じ過ちを繰り返すとしても、これは一応いけない。向こうから。ボムカッター、手裏剣忍者ってやつだったんですね。出た、お前爆発するのか？焦る、爆発した。青春だもんな。一中またそんな戻れないっていうな。残酷な天使。ゾー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 。オケイ。オク。うん。やった。オケイ。さあじゃあブラストボスという名のブース。倒して俺はデブになる。なんで？さあ、落ち着いてよ。ミサイル発射。はい、最初はそんな気がした。ミサイル。ね、ちょっと4発当てたらこれなんですかな。ちなみにご存知の方も多いと思うんですが、こいつね、こう触れるとボヨーンと飛ばされるんですけど、こいつはミックスの向こう側に飛んでいくとですね、死にます。ご注意ください。いやークリアできたねー。いやー、ぴったり30分くらいというねパートになりましたが、次回さあこの女の子の、ちょっとこいつの名前未だに分かってないんですけど、まあ堕天使悪魔の中古で悪者じゃねえか。はい、さあ頑張ろう、血を救いに行くぞ。まあそういう運命だね。大丈夫かしら本当にこいつでって思ってるね。大丈夫、何回も世界を救ってきたから。
ピンクのお化けは世界を救う。ということでね、今回は無事にクリスタルを全部、トリスタルということだったんで、なんとかね、リップルスターに気持ちよく臨むことができます。ということで、今回はね、以上とさせていただきます。最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、次回パートもお楽しみください。ではね、また、バイバイ。